独身なう、浅川図です。はい、林刑事です。 えー、今回はですね。うん。自分探しの旅っていうことなんですけれど。うわ、俺が一番嫌いな言葉やん、それも。何自分探しって、意味わからん。前回さ、ほら、あの、タモリの話した時あったじゃんああ、はいはい。で、あの時の名言でさ、人間は土台全体像を求めることが不幸であるって言ってたけれど、うんうん。パッと思い浮かんないのが自分探しの旅なのよ。<laughs> なんで自分っていう全体像を探そうとするから不幸になるんであって、 本当の自分って実はなくない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 。ないと思う。若い時はさ、やっぱ、本当の自分って何なんだろうとかってなるじゃんいろいろまあチャレンジしたりとか、いろいろまあ試すんだけれど、結局、自分探しの旅が終わる時って、だいたい諦めじゃん。まあそういうことだよね。見つからなくて終わるわけじゃん。そもそもね、俺、自分探しっていう言葉がよくわからないんだよ。別にさ、自分探しなんて旅に出んでもさ、自宅でもできるんじゃね <laughs> いや、マジマジで。旅に出る理由をつけたいだけじゃねえ ってっうね、そうだ軽いんでるとなんかかっこいい感じするかもしれんけど、<笑><笑>俺ネットとか見てさ、いろんなね、ああ、なるほど、そういう考え方もあるんだ、みたいな。悟りなんてのは別に旅でなくったっていいわけでしょその、座禅組んで自分を知るみたいな感じのことのわけじゃん。うん、別に俺らはネットあるで、ウーバーがいいつでも頼んでさ、<laughs> でハンマーがにもいななながらさ <laughs> 受け入れちゃうもんな普通になこれはだからその若い子ってのはさやっぱりその無力な自分とか何者にも慣れてない自分を受け入れがたいんだと思うんだよねうん、うん、なるほどね、うん、ほら俺らみたいにも40になると、うん、もう先が見えちゃってるしさ何者でもない自分を受け入れざるを得なくなるよねこれ若いうちにいろいろ挑戦するのはいいんだけどこの年になるとさうん、うん 10代、20代ぐらいの時に自分探しは全然ありだと思うのようーん。 まあ,ね、まあまあ年取っても予算があって電車乗ったりとかさ飛行機乗ったりとか、ね、<laughs> 余裕があればねうんんなもん歩いてさ国境を越えるとかやだよ俺も <laughs> <laughs> まあ別に俺はそれが悪いこととも思わないけどさ、うん、もちろんもちろんただそれをさかっこよく言うなよと思うんだよねちょっと今かっこ悪いんじゃないもう自分探し逆にもうあれか若い子は自分探しとか言うとちょっとダサいっていう感じになってんのかないやダサいっしょもうてか 俺、90年代に作った曲で、自分の探しの旅に出るって歌作ったけど、バカじゃねえかなと思うのよ。<laughs> <laughs> その時の自分の首を絞めてやりたいよね。ダサいぞ、お前って。いやいや、でもさ、あの当時は OK だったので、若くて。うん、10代だもん。いや、結局、見つかんないと思うんだよね、自分探しって。<laughs> なんかあれだよな、あの、井上陽水のさ、探し物は何なんですか,ですか見つけたいものは何ですかみたいな。 夢の中へだよ。結局探しても見つからないものなんですっていう曲だからな、あれもな。そうなんだよね。もう探さんでいいやんって。<laughs> <laughs> いや、やっぱりだんだんチャレンジできなくなってくるよね、いろいろね。いや、チャレンジでもね、まず質が変わってくると思うよ。俺らのチャレンジと。 若い人たちのチャレンジって。5、6年前にほら、二人で沖縄旅行行ってゲストハウスとか泊まったじゃん。俺らはもうあの時にもう40差し掛かってたからさ、自分探しって感覚じゃねえけれど、ああいうところに来てるその若い人たちって結構そういう感じで来てんじゃない自分のやりたいことが見つかんなくて沖縄に遊びに来てるみたいなさ。いや、いっぱいあった。俺、あの時ゲストハウス4軒ぐらいかな。4軒ぐらい泊まったんだけど、みんなそんな感じで俺より,俺より 年上の人1割いなかったかなって感じ。う,ん,うん、逆にちょっと俺気持ち悪いなと思ったんだよね。まあ、こんなこと言っていいか分かんないけど、おるね、もうずっとね、もう5年とか、 おる人とかおるね、もう。だその日暮らしみたいな生活してんね、うんな。で、なんか一緒に買い出し行って作ったりとかしてさ、そのなんていうか、月々、あのー、食費をいくら払ったりとかしとんか知らんけどさ、うん、なんだろな、まあそういう生き方もね、素敵だとは思うんだけど、なんか俺そのぬるま湯にずっと入ってるとちょっと危険なんじゃないかなと思うんだけどね。あー、まあみんなそんな塊だよね、あれ。どこかやっぱりなんていうか、現実を見てない、 というか、ま、あヒッピーも結局そういうわけじゃんでもアメリカと違うからな、日本は。これは文化の違いもあるから、うん、どうとは言えんけど、楽しいよ。いやゲストハウスとか行ってみんなでね、なんか知らない人たちがたまに集まってわーってやるのはいいけど、うん、そっから大親友ができて、うん、これから将来の友達 っていうかね、なんかその仲間になるっていうことってあんまないと思うんだけどな <laughs> なんとなくわかる。<laughs> だろう、うバーっと携帯とか見てもさ、これ誰やねんってやついっぱいおるから、うんもう俺会った人とかすぐ忘れるからさ、うん、まあおっしゃそういう問題なのかな覚えてないよね、そういうところにあ出会った人とかって。旅先で出会った人なんて覚えちゃいないよ。覚えてないよなうん。だからやっぱ定期的にやっぱ通えるところっていうと、 やっぱ地元とかになっちゃうんだって。うんそうすると自分探しの旅とか行って、あの、名古屋とか東京とかから出ちゃいけないっていうソーシャルディスタンスでさ、自粛ですわ。<laughs> ケッシ綺麗やった、そこは綺麗やった、そこ味しかったぐらいはあるかもしれないけど、うん、人間関係としてやっぱね、幅を広げるんだったらさ、やっぱり近場でよく会う人の方がいいでしょ。まあね。うん。あとこうやってね、こう連絡取れる相手ってのはいいんだけどさ、うん、ああいうところ行ってその場だけで騒して、ウェー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 ウェってやってるけど、よくあるね、3年後とか写真見てさ、みんな大人数で写っとんだけどさ、こいつら誰やねんって。<laughs> うん。一人もわからんがやっていうパターンだよ。 だからまあ自分探しの旅っていうのは俺は、この言葉もよう分からん。自分探、なんだ自分探しの旅って。<laughs> あの <laughs> 今の自分が本当の自分じゃないっていう気持ちで自分探しの旅に出るんだけれど、結局旅先で本当の自分に出会うなんてことないんだよ。ねえって、知らん人ばっかりだし。余計自分が分からなくなるわ。それで急に理想の自分になれるわけないんだから。なれるわけねえし、 だったらもうそういうとこで恋人ができて一緒に住むっていう、そういうような特別な出会いなんてもうほとんどないと思うんだけど。それはでもさ、自分探しじゃなくて恋人探しの旅だからな。うん、まあなそれ、まあそれはそ。それは、それはいいと思うよ。恋人探しの旅は全然ありだと思うけど。でも、ね、これってさ、俺思うに、男も女も全てとは言わんけど、こ自分探しの旅って、結構、 結構、新しい男女との出会いの旅っていう人多いんじゃねえかなって思う。まあ、それも込みでな。うん、うん、うん。まあ、この年になるとあんまりや思わんけど、うん、昔はそう思ったかなって。男も女も結構多いんだよ、やっぱ。カップルで来る人ってあんまおらんのよ。ああそうだろうね。うん、女友達、男友達とかで行くからさ、あるいは個人で行くとかね。っていう、ことでね、結論としてはまあ、若いうちは、 全然、バンバンやりゃいいけれど、まあ、年取ったら、なかなかね、そういうことも言ってられないよっていうね。でも、これからちょっとね、変わっていく可能性として、これリモートもあるし、うん、あのー、まあ、うちらの世代が人数多いってこともあるから、このまま、俺はまあ、好きじゃないけど、この自分探しって言い方もしするんであれば、うん、もしかしたら、新しい形での出会いはあるかもしれないよ、今後。それが別に、 その、リアルの旅じゃなくて、まあ、ネットとかでもな、そういうことも全然、自分を知るって意味じゃない、いいろいろそのネットサーフィンもな、自分探しの旅とも言えるからな。形は変わっていくとは思うし。まあ、今ちょっとね、コロナで、そういうの、まあ自粛になってますけれど、まあ、若いうちはな、どんどんやればいいけれど。うん、まあ、あえて大げさに自分の探しの旅をするっていうこと自体はおかしいだけでやって、どこ行くの旅ってお前、どうせ風俗だろ、お前らは旅。まあ、いいんだって。 だから結局はまあ、まあ、自宅でもできますよっていうことでさ、いいなと思った人に会えばいいっていうかさ、予約取ればいいなって話ですわ。はい。はい、ということで、今回は自分探しの旅は無意味なんじゃないかというお話でございました。朝川津です。えー、最近ね、家飲み動画というのを、えー、サブチャンネルでやり始めました。えー、朝川津家飲みで検索していただくか、 説明欄の方にリンクを貼っておきますので、ぜひそちらの方からチャンネル登録よろしくお願いいたします。林刑事です。段階人間ナウっていうチャンネルもやってますんで、ぜひ検索してみてください。よろしくよろしければチャンネル登録お願いします。